ゴールラインギリギリ、クリスティアーノよく追いつきました。さあ今度はエジガールジュニオ、シュート打つき、前を向いたシュート、ユーマのところ落とし、そしてベラウド、ベラウドオーバーヘッド、宇野禅斗が琉球戦で左第5中足骨の骨折、6月29日に手術を受けて全治12週間ということです。平戸が狙う、町田追加点、平戸今日2ゴール、開始15分までに2ゴールを決めました、ちょうどディフェンスの左の肩の上を狙いながらシュートですよね。でゴールキーパーから味方のディフェンスで影になって全然見えませんから、やっぱり少し反応が遅れてますよね。ボールをキープしてクリスティアーノへ、追いつくか、追いつきそうだ、中に2人詰めている、折り返したボール、合わせられるか、サードのヘッド、ゴールラインギリギリ、クリスティアーノよく追いつきました。さあ今度はエジガールジュニオ、シュート決まりました。増えない中で押し上げていたエジガル選手、このポイントで受けたら、さすがは助っ人外国籍選手というだけ、ここ仕留めるのは素晴らしいですね。ここも 4-4-2 のブロックを作りました。藤田に対してプレッシャー、加藤むつき、前を向いたシュート、先制点はセレッソ、天候一滴の瞬間を逃さなかった加藤むつき、2試合連続のゴールでセレッソ先制です。いや、ここでしっかり上条と加藤で守備のスイッチ入れながら、ここでパス交換して、ここでフィニッシュを選択しないと、やはり F マリノスの守備の選手たちに対応されてしまいますから、はい、まあ、ただ距離ありましたからね、非常に難しい選択でありましたけど、その選択が素晴らしかったことと、加藤の持っている技術ですよね、はい、しっかり狙ったところに力強くミートしましたから、まあ、素晴らしい先制点のシーンになりましたね。そうですね、広島ユース出身、中央大学を経てプロ入りしたこの加藤ムスキーの、ファイブク橋本、大迫収まります、入れてきた橋本、コントロール、武藤ブロック、左足決めた、大迫アディショナルタイム勝ち越しゴール、大迫優也、最後の左足の一振り、この終盤で神戸一歩前に出ました、2対1です。ここで、ま、中にマイスがいるんで、そこにこう勝負球で無理やりでも打って、クリアミスをしっかり落ち着いて前向いてシュートしましたね。ここが、ね、シュートブロックして、このクリアが、ね、ちょっと中途半端になったのもあるんですけど、それに対してすぐ反応できた、やっぱ大阪選手のここのターンがスムーズですよね。あとはミートですね、はい、これ本当ゴール見てませんかね、はい、権田選手もノーチャンスの状態になってましたね。県民手から長いボール、鈴木優真のところ落とし、そしてベラウド、ベラウドオーバーヘッド、前線から PK 飛んで、今回は中野の中からそれもオーバーヘッド、大きな得点入りました、鹿島アントラーズ、決めたのはエベラウド、これで3対3。これはスーパーゴールですね。起点となったのは鈴木優真でしたね。ここね、よく耐えた、ボール逃げたんですけど、このドライブですよ、バイシクルの上飛んで、ちょうど上に上がってドライブかけてるんで、頭の上からฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification